いやもう見てください皆さん、これがアルゼンチンです。いや強い。おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。でね、今回何をやっていくかって言ったら、イエローサブマリンでアルゼンチンインターナショナルカップやっていこうと思います。で、まあなんでね、アルゼンチンインターナショナルカップこんな苦戦しているかって言ったら、わかりません。まあドイツとスペインに負けます。前回も前々回もドイツに負けて、その前スペインかな。本当にね、ボコボコにされます。総合値的に言ったらもう4万近くあるので、まあスペイン以外にはね、まあ総合値でも負けてないですし、連携戦もねかなりつながっているので、いやーいやーいやーって感じではあるんですが、まあね、今回こそ勝ちたいということで、もう今までねカウンターのフォーメーションでやっていたんですが、今回はもうドイツスペイン絶対倒すマンということで、中央突破イエローサブマリンでね、やっていきたいと思います。カウンターのフォーメーションだったら総合値が4万超えるんですが、サブマリンだとね、まあ4万弱と、まあ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 許容許容許容で、結構ねディフェンス面が脆いんですけど、前回はドイツ相手にまさかの4対0で敗れるっていうね、めちゃくちゃなんか点取られるんですよね。ただまあイエローサブマリンなら大丈夫なはずで、結構ね連携戦もつながっております。イエローサブマリン自体が中央突破のフォーメーションですし、あのアルゼンチン結構中央突破の選手が多いのでね、まあまあまあいいんじゃないかなと、よくよくできてるんじゃないかなと。ちなみにねこちらのフォーメーション、おそらくですがガチャさん一人も使ってないので、もともとのねデフォルトだけで組めるので、皆様にもね、ぜひぜひドイツスペインが強敵という方にはおすすめです。おすすめのアルゼンチンフォーメーションです。ということでやっていきましょう。早速ですね、まあまあ10番はねディマリア、ディマリアが10番。さあやっていきます。さあ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 、初戦はウルグアイですね。さっきちょっと今画像のバグで国が見えなかったけど、ウルグアイか。いや、ここはね、勝ちたいですね。やっぱ大切な初戦なんで、ここを勝って勢いに乗りたい。さあ、行け。行け。やれ。オーケー、1点目。早いぞ。おお、ちょ、待って、すごくない？いや、もう見てください、皆さん。これがアルゼンチンです。いや、強い。いや、まあまあ、1点ぐらいはどうってことない。ちょっと待って。あーれーまじでか。こんなことあります？こんなもんだっけ？前半3点取って後半3点取られて追いつかれるのか。ちょっと盛り上がった気持ちが、ちょっともうフォーメーション入れ替えましょうか。フォーメーションをねちゃんと入れ替えて、もう笑うしかなくなってきたやつですね。いやこれどうなん、マジか。なかなかないですよね、前半3点取ってて、後半で3点追いつかれるって。僕はなかなかないんですけど、まあそんなこと言っても仕方ないので、まあ頑張っていきましょうか。はい。ちょっと気持ちが切り替わらない。よしよし、気持ちを切り替えてね。さあサクッとサクサクッと勝っていってほしいですね。2点目3点目。いや待って、これでまた後半3点追いつかれたら俺もアルゼンチンやめるわ。頼む。オッケー。まあ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 、やっぱね得点力自体はそんな悪くないのかなとは思います。ですね、以前までポストプレイヤーでサラテを使っていて、ガチャさんの星4をね、レベル50まで育てて使ってはいたんですが、今回のこの、サブマリンにするにあたってね、サブマリンフォワード2人の指定がありますので、まあ、使えないということでね、サラテが使えないということで、まあまあ、それでも、純正の星4、ディバラとかね、イグアインとかアグエロとかがゴロゴロいますので、アルゼンチンは。で、メッシも一応置いておいてて、まあメッシはね、OMF、トップ下で起用することになるかもしれませんし、で、右に、誰だ？ディマリア、がいますし、一応メッシュの代わりに入れてる OMF もね、ガチャさんの
星3レベル50の選手ですし、で最終ラインでもねセンターバック星4がいて、ゴールキーパーもガチャさんのレベル50って考えたら、まあまあ攻守ともにそんなに悪くはないかなと思うんですが、攻撃に関してはねもちろん言わずもがなですし、守備に関してもそこまでそこまでっていうような気はするんですけれども、なんか点入れられるんですよね。前回もね、4年前のそのインターナショナルカップも本戦まで行って、準決勝かなだからドイツに敗れたんですけども、そこでもね、いや準決勝かちょっと準々決勝か忘れましたけど、なんかめちゃくちゃ点取られるんですよね。シュートの本数的にはお互い4本とかなんですけど、ドイツ全部それが入ってるみたいな形なので、ちょっとね最終ラインが悪いとも思えないんですけど、っていうところですよね。なんかメンタルとかフィジカルとかいらないから、スタミナとかオフェンスとディフェンスに力を入れてほしいところですよね。さあ先ほど引き分けたウルグアイです。今回こそきちんと勝ちたい。まあまあまあ、さっきの引き分けがねだいぶ痛い引き分けだったので、今回はねそれをきちんと、ちょっと待って、同じ流れになりそうなんだけど、2点取って1点追いつかれ、オッケー3点目、ああ2点目、点の取り合いだな、すげえな。4点目、オッケーオッケーオッケー、見ていたら楽しいやつですよね、これね。オッケー、あ、これは勝てそう。ただ、3点取られてんのか。3点も入れられるか。そんなウルグアイの、センターフォワード2人、スアレスカバーに強ないやろって思うんですけど。いや、っていうか、うちのディフェンダーがおそらく弱いんですけど、何がダメなんか本当にわかんないんですよね。連携戦繋がってるし、ガチャさんの星4使ってるし、ガチャさんのゴールキーパー使ってて、まあ、でもあれですね、今回ちょっと終わったら、ロシアの時みたいに移籍特訓もあるですね。ロシアインターナショナルカップでやってた時は、スカウトさんの星4まで育てた選手に移籍特訓でみんな A の特徴をつけてたんで、まあ B の選手もねたまにいるぐらい、でもほとんどの選手に A の特徴をつけてたんで、まあ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 それをやってもありかなとは思いますね。ディマリアはついてるのかな。確かサラテにはついてたんですけど、ちょっと今回サラテを起用していないので、ラメラもついてたんですけど、ラメラも起用してないですし、って考えたらちょっとまあまあゴールキーパーあたりはねつけ直してもいいのかなと思います。ってことで、おそらくね、こう今日中に本戦まで行けないので、スタミナの都合ね、今日中に本戦まで行けないので、寝る間にでも移籍特訓に送り出しましょう。ゴールキーパーと、まあまあまあ、いけそうなとこ、遅れそうなとこ、オフェンスミッドフィルダーとかもね、シュートスキルとか、シュート特性つけてるだけで結構違いますので、特徴ってもちろんそのスキルが発動しやすくなるっていうのもありますけど、ステータスの上昇効果もね、持っていますし、そっちが結構数値に反映されたりするので、まあまあまあ、ありですね。ってことで、無事にコロンビアにも勝って、本戦出場を果たすことができました。ちょっとね、やっぱり守備に不安が残るところがあるので、時間をね、見つけて移籍特訓を送り出してね、ちょっとだけ守備力高めて、また本戦の方を挑んでいきたいと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様のね、良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。